このスバ。ライトオブセイバー。動きが止まった。今だ。任せてちょうだい。セイクリッドターンアンデッド。本物のベルディアほどじゃないけど、なかなかの強敵だったな。体が牛乳パックでできていたのが唯一の救いってところかな。ボロボロになってただの牛乳パックに戻ったのかしら。私がせっかく作ったのに、渾身の一品だったのに。てかまあ、お前がゴーストを呼び寄せなかったら壊す必要はなかったんだけどな。すげえ迫力だったな。もしかして本当のモンスター？まさか演劇中にそんな危険なことを。やばい、もしかしてチケット代を返せとかクレームが。いいぞー。え、すごかったぞ。本物の戦闘みたいだ。なんて緊張感だ。息をするのも忘れちまったぜ。こんな演劇ならまた見てみたいもんだ。演劇って、戦闘が入ってもう物語はむちゃくちゃだけどな。そうよカズマ、これはチャンスよ。演劇が脱線したことを今のうちにうやむやにしちゃえば。ああ、確かにこの勢いなら終わりの挨拶をしてこのまま幕を下ろせるね。脚本は甲魔族随一の発育にして、やがて作家を目指す者アルエ。ああ、もうせっかく練習したのに。いやー、劇場の支配人に呼ばれて会ってきたんだけど、ぜひまたお願いしたいって言われちゃったよ。あれから次の公演はいつだって問い合わせが殺到してるらしくてさ。すごいじゃない、やっぱり私の魅力のおかげね。アクアの芸や演出だけじゃなく、話も気になるから今度はちゃんとしたエンディングが見たいって声もあるらしいぞ。それは作家冥利に尽きるね。演劇か、なかなか楽しい経験だった。ユンユンもそう思うだろう？ユンユン？
せっかくセリフ練習したのに、お友達との舞台楽しみだったのに。ちょっとカズマさん、ユンユンたらどうしちゃったのかしら。ああ、最後うやむやで終わったからな。不完全燃焼なのか。当然じゃないですか。舞台の上で練習の成果を見せてみんなに喜んでもらいたかったのに。大丈夫、またやってくれって声もあるそうだし、練習の成果はその時まで温めておけばいいんじゃない？え、本当に？次にやる時は配役を変えてみるのも悪くない。せっかくだからユンユンが勇者をしてみたらどうだい？いいんじゃないか。それじゃあ次は俺が魔王をやるよ。私は当然お姫様よね。それじゃあ私は脚本を変えて魔王の従者役でもやろうかな。いいわね、なんだか楽しそうで。って、あれ、勇者のパーティー、私だけじゃない。まあ冗談はこれくらいにして、またみんなで舞台に立てる日が来ることを祈っているよ。さて、私はそろそろ里へ帰るとするかな。おかげで素敵な小説が書けそうだ。この巣場、